どうもうどんとみかんでーす。お願いします。奈良県生駒市萩野台にやってきました、はい、やってきました。どんぐもりでーす。この萩野台に、はい、ものすごい整骨院の整骨院先生がいらっしゃるということで、あ、なるほど。今日はその方を取材したいと思います。僕らもレース近いし揉んでもらったりできるかもしれない。なるほどね。確かにちょっと体見てもらいたいし、はい、今回2人がやってきたのは奈良県生駒市にある萩野台整骨院。こちらは奈良県内で唯一の体幹に特化した整骨院なんです。こちらで院長をされている松本一郎さんにお話を伺います。体幹ってそもそも何なんですか？言葉自体は聞いたことあると思うんですけど、はい、体幹って言葉だけで言うとそもそも胴体のことです。働きとしては、うん、支えるのがメインなんです。胴体って肘とかってすごい大きく動くけど、はい、胴体あんまり大きく動かないじゃないですか。だから動くのが下手だけどすごく安定感を出してくれるのが働きなんで、その安定感があって初めてよく動くとこも働けるって感じですね。なるほど、はい、なぜアスリートにその体幹が必要になってくるんですか？はい、今ねワールドカップとかでサッカーやってるんで、はいはい、そういう感じで例え話をすると体幹はいわゆるディフェンダーの働きなんですよ。しっかり守ってくれる、はいはい、でフォワードが腕とか足とかどれだけ強いフォワードがいてもディフェンスがねザンザン抜かれちゃってたらやっぱフォワードもディフェンスに戻ってこないといけないってなると、なかなかパワーを発揮できないじゃないですか、はい、そのためにこうしっかりと体幹を安定させることでこうお前はお前の仕事だけやっていいよっていう状態を作り上げてあげるっていうのがアスリートにとってはすごく大事になってきますね。わかりやすいほど、いや今やっとわかりました。わかりました。体幹の役割を学んだところでその体幹を鍛えるトレーニングに挑戦。体幹部分の柔軟性ですね。柔軟性、はい、これがどれだけあるかまずチェックをしていきましょう。まずは体幹の柔軟性を見てもらうことに。このように四つん這いになり足を拳2つ分ぐらい開き片方の手の甲を腰に置きます。ぐーっと右の肘が天井に向くようにねじっていきましょう。よいしょ、はい、その時に肘ばっかり行くんじゃなくて、はい、体のこういうところから行くようにですね。うわー、お出ましょう。体のそうですね、こういうところですね。あー伸びますね先生、はい、でさらにこういう形で行くと肩が決まっちゃうんで、はい、これ肩が決まっちゃうんで、こっち違う肩かけました今、はい、すいませんちょっと今のちゃうやんかよちょっと全然ちゃうやんなぜか突然イッシーに関節技をかけ出す松本先生ですが気を取り直してトレーニング再開。今度は左手の甲を腰に置いて肘を天井に向くように体をひねります。これを左右10秒ずつ行うことで体幹の柔軟性が高まるそうなんです。やろう。続いては腹筋を鍛えるトレーニングに挑戦。まず一旦足の裏、はい、足の裏、はい、マットから離しちゃいましょう。でこのまま手も離しましょう、はい、で手はバランス取りやすいんで胸の上にクロスしておきましょうか。胸の上、はいはい、でそのままの体勢で足をピンと伸ばします。つけない、はい、つけないこのままです。でこのままクロールのバタ足のようにバサバサ動かしましょう。あ、きつい、はい、これを30秒繰り返しましょう。30秒、はい、30秒ですね。でこの時大事なのは足首の位置ですね、はい、足首がこう負けちゃうと良くないんでしっかり立てておいてください。立てる、はい、いけないね、はい、うわー、はい、あ、はい、だんだん動きがちっちゃくなるね。はい、そうですね、はい、あと5秒ですね。5秒、はい、そう、足首立てながらね、はい、でこういう形に行くとね、足首いや、決めてる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 、OK です、OK です。一人ずつやってた方がいいかなと。ちょっとね、さっき何するんだよ。レスラーなん、この人レスラーでしょ。すっかり決まった今。実は僕ブラジリアンジュースという格闘技をやっておりまして。そうなんです、松本さんは整骨院の先生でありながらブラジリアン柔術の選手でもあるんです。ブラジリアン柔術とは日本の柔道をもとにブラジルで生まれた格闘技なんです。締め技や寝技、関節技などが中心で打撃がないのが特徴です。どうなんて分からない。競技歴6年の松本さんは昨年行われた全日本マスターズで優勝し日本一に輝くと、さらにアジア選手権でも優勝。まさにアジア最強の整骨院の先生なんです。ということで2人もブラジリアン柔術に挑戦。ブラジリアン柔術、はい、なんでまだこの整骨院もやりながら。本当の一番最初はダイエットです、目的は。あ、ダイエット、
当時は体重が75キロあり、ダイエット目的で奈良市内の道場に通い始めました。しかし練習を続けるうちにどんどんブラジリアン柔術にのめり込んでいったそうです。もう今は立派な選手ってことですもんね。そう、まあそうですね。そうなって、はいはいはい、ちょっと体どうなったか。めっちゃ見たいです。見させてもらってですか。めっちゃ見たいですが、もう怖いんやけど。見たいです。どんな感じ。あの近寄らせてください。なぜかガラスマリン。うわーうわー触らせてよ。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 触らせてよって何やろ。趣旨変わってもんじゃない。ちょっと一回触る。いやすごい。いやすごい。もうおねえやセリフもキーもおねえのやつや。バキバキすごいすごい。いえ、ありがとうございます。松本さんの強さの秘密はこの鍛え上げられた筋肉だけでなく整骨院の仕事も関係しているそうです。関節技とか、はい、締め技で勝敗を喫する競技なんで、はい、関節のどこまで動くとかどの向きは動きにくいっていうのはもちろん分かってるし、普段はそれを正しい方に導くお仕事だけども逆をすればもちろん壊れるのも分かってるんで、そういう意味でも生きてると思います。人間の体の仕組みを知り尽くしているからこそ強いと話す松本さん、一体どんなトレーニングをしているのでしょうか。先生、はい、あのこれは道着ですか。そうですね。これをトレーニングでですか。そうですね。洗濯中じゃないですよ。部屋干しじゃないです、ね、ないです、ないです、はい、じゃあこれどうするんですか。これ、まあ、言うより見てもうた方が早いと思って、はい、しっかりと掴んでもらって、はい、掴みますよ、はい、そのまま、はい、しっかりと、すごい。え、大丈夫ですか。何、あの先生も道着も大丈夫なんです。大丈夫ですか。なんとこちらの装備は懸垂をするためにかけられていたんです。まるで重力を無視するかのような驚きの動きです。え、なんで先生こんなトレーニングやってるんですか。まずはしっかり相手との、道着を持ってグリップですね、はい、これが簡単に切られちゃうと、はい、技にも入れないんで、まずは自分の体重かけても切れない、はい、グリップと、あと柔術においてすごくお尻を上げるっていう動きがどこの局面でもすごく大事になるんで、捕まってる状態からお尻を上げていくっていう動きの、まあ、2つどちらも鍛えられる動きなんで、はい、とても大事です。ということでまずはイッシーがこの練習に挑戦。果たしてできるのでしょうか。いけるこれは。よっ、おすごい、おお、いったお前すごい。じゃあ降りてきて、もう一回行きましょう。もう一回行く、さすが石井先生も驚きの3回の懸垂に成功。続いてマッシーも挑戦。よいしょ、上まで、降りない、すごいすごいすごい、膝も止める止める、ブランコでしたっけ。なんと今回はマッシーも成功。いつもとは一味違うようです。続いて松本さんの得意技を見せていただきます。一旦まあ寝てて、はい、寝る、はい、で相手がまあどっちかに動いてくるんですけど、はい、ここに相手が入られちゃうと相手に点数が入っちゃうんで、ここを相手から向かせなくしたいんで、はい、た状態からお尻を上げてって、はい、どの方向にでも。何これ何これ何これ、衝撃映像。人ってこんな動けるやるのをずっとやってます。こちらが実際の試合の映像です。相手の下になった状態から体を回転させ、体勢を入れ替えます。腹筋と体の柔軟性を使って相手が隙を見せた瞬間に一気に攻めに転じると、見事日本勝ち。鮮やか。実際にこの防御テクニックの凄さを体験することに。僕ハンデで手使わないんで。手使わない、はい、手使わないんで、はい、30秒の間に手使ってマス使っても僕のズボン掴んでも袖掴んでも何使ってもいいんで、え、とにかく僕の胸に自分の胸を合わせてください、はい、え、ちょっと舐めてます。いえ、勝ちますよ僕、はい、
ということで、イッシーは30秒以内に松本さんの胸に自分の胸を合わせられるのか。お願いします。お願いします。おー、いったイッシー、いったれよ、イッシー。つけるだけ、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 何しようんだおい。つけるだけやね。あー、違うのか。イッシー、80だね、80だね。一死、手も足も出ません。体力もあるんで、はいはい、ほんまにちゃんと技とかテクニックを覚えれば全然すぐ白帯とかだったら、やれるようになると思いますよ。お、はい、ガッツがあるんで。うわ、はい、すごい。続いてマッシーも挑戦。イッシーの借りを返せるのか。最後まで見てください。はやはや、いけ。うわ、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 マッシーも何もできず制限時間終了。どうでした先生、マッシー。ちょっとマッシーの方が逃げ腰だった。確かに、はい、確かに料理スタートって言ってから一回食べましたからね。ちょっとなんかかけられんの怖い感が若干。様子を伺ってたんですか。30秒かかっちゃダメですね。いやもう全然あかんかった。ということで逃げ腰と評されたマッシー、今度は30秒間松本さんの猛攻から耐え抜けるのかに挑戦。スタート。うわ、なんでさ。先ほど松本さんから人間推しと言われたマッシー、今回はどうなのか。また引き続き逃げ腰でした。守るだけなのに背中が震えてました。ちょっとかけるのもちょっとはばかられる感じでした。攻めても逃げ腰、守っても逃げ腰のマッシー、松本さんの猛攻の前にわずか10秒でギブアップ。10秒。先生がすごい。さあ先生、今日は一日ありがとうございました。いやね、練習も体験させてもらって、うん、組手もやらさせてもらって、ね、忘れてたけど、うん、整骨院やね。整骨院だよ。どこやろうと思ってた。先生、はい、今後の目標などありますか。はい、そうですね、今、長尾任せてもらってるんですけど、はい、術は、まあ、黒帯がもちろん一番上なんですが、まあ、大体黒帯取るのに10年と言われるぐらい帯の精度がすごく厳しくて、なかなか一つ上上がるのも難しいんですけど、黒帯リーチの帯で世界のマスター大会優勝して、黒帯をいただきたいっていうのがあるので、はい、世界の大会もどんどん出て結果も残せるようにこういう積み重ねを、はい、していこうと思ってます。はい、はい、我々火曜日応援しております、はい、頑張ってください、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。